皆さん、こんにちは。今回は中尾明さんと池波志乃さんの結婚や中尾明さんの晩年に関する話をご紹介しましょう。中尾明さんと聞いてまず思い浮かぶのが首元のマフラーではないでしょうか。それは中尾明さん本人は明巻と呼び、妻の池波志乃さんはねじねじと呼んでいる。中尾明さんのトレードマークマフラーは春夏秋冬、冠婚葬祭、TPO によって使い分けられ、ざっと400本はあるそうです。きっかけはインドネシアで飛行機が飛ばなくなりイライラして、その時首からかけていたインドネシアの織物を無意識に触っていたところ、絡み合ってほどけなくなってしまったからだとか。それを俳優の神田正輝におしゃれと褒められて嬉しくなり、それ以来巻きつけるようになったと徹子の部屋に出演した際に語っています。中尾明さんは1942年8月11日に千葉県木更津市で生まれました。実家は酒屋を営む長命な家系でした。父親が101歳、祖父が106歳まで生きたことから、中尾明さん自身も長生きできると思っていたそうです。1958年に千葉県立木更津第一高等学校に入学し、バレーボール部で主将を務めていました。1960年には油彩画石の花が千葉県美術展に入選し、画家兼俳優を目指す素質を見せました。1961年に武蔵野美術大学油絵学科に進学しましたが、1962年に日活ロマンポルノ映画の公募に合格して俳優に方向転換。翌1963年に大学を中退し、フランスへ絵画の留学をしましたが、期間を短縮して1964年に帰国しています。同年、劇団民芸の研究生となり、初出演作となった中平浩監督の日活映画月曜日の床で本格デビューを果たしました。期待の新人俳優として注目を浴びます。1970年に日活と民芸を離れてフリーの俳優となり、各映画会社やテレビで活躍の場を広げていきました。1975年の東映映画本陣殺人事件で金田一耕助役を演じ、大きな話題作となったのです。1978年から絵画創作を再開し、フランスのル・サロン展で1981年に文楽狂乱が大賞、1982年にカントリー故郷が国際賞を受賞しています。1993年の東宝映画ゴジラ VS メカゴジラからは G-Force 麻生司令官役でゴジラ平成 VS シリーズの出演が始まり、レギュラー出演者となりました。2000年代の東宝ゴジラミレニアムシリーズでも3作品に出演しています。1998年のドラマ GTO で内山田博士教頭役を演じて以降、現代劇への出演が増えていきました。プライベートでは万年筆の収集家でもあり、これまでに500万円以上を費やして50本以上を集めていました。高価な万年筆は1本で56万円するものもあったそうです。中尾鍋と呼ばれる白菜と豚バラを使った鍋料理を考案し、テレビ番組で紹介されていました。地元の木更津市の老舗日本料理店宝屋とは親交があり、同店の名物料理であるアサリカレーの由来を知る関係者でもありました。そしてテレビドラマ暴れん坊将軍で初代徳川宗春役を演じ、大当たり役となった1978年、中尾明さんは前妻の茅島成美さんと離婚し、池波志乃さんと再婚しています。二人の馴れ初めは映画で共演したことがきっかけです。池波志乃さんはインタビューで、仲が深まった要因として当時の映画の撮影手法や技術が関係していたことを明かしています。二人は映画の相手役として共演したのですが、当時の映画はかなり時間をかけて撮影していました。撮影の合間の待ち時間が多く、昼食も時代劇の格好で
みんなで食べに行くなど、濃厚な人間関係が自然と築けたのだそう。今のドラマや映画の撮影は、撮影技術が発展した反面、淡々としていて、もしも今の時代に若い年齢で中尾彬さんと共演しても恋愛に発展しなかっただろうと語っています。2回目のデートで中尾彬さんが池波志乃さんに結婚を申し込み、1978年3月14日に結婚したそうです。中尾彬さんは茅島成美さんという女優と1970年に結婚し、5年後の1975年に離婚した経験を持っています。その離婚原因が中尾彬さんと池波志乃さんが不倫したためだとネット上ではもっぱらの噂。しかし当の中尾彬さんと池波志乃さんは出会ってからわずか3ヶ月で電撃結婚したと夫婦で出演した誰だって波乱爆笑で語っていますので、本人たちの発言が正しければ離婚から再婚まで3年あることを考えると不倫の末の略奪婚というわけではないようです。夫婦間の関係は良好ですが、2人の間に子供がいません。結婚後に妊娠したことがあったものの、子宮外妊娠で急遽入院、結局お腹の中の子供を諦めざるを得なかったそうです。手術により片方の卵管を残すことができたので子供を産むことは可能でしたが、当時の2人は子供以上に考えなければならない問題に直面していたのです。実は中尾彬さんは前の嫁である茅島成美さんと離婚した際、数千万円の慰謝料を請求されており、日々借金返済に奔走していました。そのため池波志乃さんも結婚後は共に借金を背負い、働き詰めの日々となったのです。気がついたら子供を産む時期を逸していたというのが子供がいない理由だそうです。長年活躍をした売れっ子芸能人だけあり、中尾彬さんの就活は不動産関連だけでも故郷の千葉県木更津にあるアトリエや別荘として利用していた沖縄のマンションを整理するなど、かなり豪快な規模となっております。その他にも就活のために夫婦の思い出写真1万点を整理したほか、自身のトレードマークであるネジネジことストールも200点整理することになった中尾彬さん。とはいえ中尾彬さんのストールのコレクション数は総数400点もあったため、就活後でもまだ200点ものネジネジが残っている状況なのだとか。ちなみに池波志乃さんは就活により愛読していた推理小説をトラック2台分処分したそうです。中尾彬さん、池波志乃さん夫妻が就活を決意した理由に関しては、夫婦双方の病気がきっかけだったそうですね。まず2006年9月に池波志乃さんがフィッシャー症候群を患い闘病生活を経験した後、2007年3月になると中尾彬さんが急性肺炎および横紋筋融解症を発症し倒れることとなりました。中尾彬さんが患った横紋筋融解症はかなり重く、医師からは生存率 20% の診断を受けたため、周囲が死亡記者会見の段取りまで検討するほどの事態だったとか。結果的には奇跡的に一命を取り留める形となった中尾彬さんですが、重病に倒れたことで死を身近に考えることとなり、身の回りの整理をすることの必要性に気がつくことになります。中尾彬さんと池波志乃さん夫婦は笑顔で就活について語り合っていました。中尾彬さんは5年前に2人で遺言状を書いたのですと話しています。池波志乃さんも後で揉めないようにしておくことが大事かなって思ってね、自分がいなくなった後に舌打ちされるのは嫌じゃないと語っています。中尾彬さんが昔伊丹十三監督の映画にお葬式っていう作品があったけど、あれは大ヒットしたね、人が死ぬってことはああこういうことだったのかと悲しんでばかりはいられなくて、容赦なく事務的なことが次々起こる。死んでしまったらもう自分の意思は伝えられない。
だから遺言状は残る人たちのためにも必要なのですと語ると、池波志乃さんは、そう、責任だよね、だからお墓もちゃんと決めておくと話しています。中尾明さんは、今やロッカーのようなコンパクトなお墓もあるしねと付け加えました。池波志乃さんは、散骨は託された人の負担が大きいし大変な思いをさせるでしょう。もしお墓が建てられなくても、コンパクトなお墓を自分で見つけて、自分の意思で気にしないでここに入れてねって生前に伝えておくのは大切なことだと思うと語っています。そして中尾明さんと池波志乃さんは、元気なうちにあとどれだけ楽しめるかを考えた方がいい、就活は死ぬための準備じゃない、楽しむための準備をしているのです、喧嘩をしていたらつまらないじゃないと話しています。また中尾明さんは、例えば捨てるものを整理しているときに、旅先で買ったお土産品を見て、あの時の旅行楽しかったよねという思い出話から、じゃあまた二人で行ってみようかっていう話になったり、また新たな楽しみが広がっていくと述べています。池波志乃さんは、就活について、就活という言葉は私たちにはちょっと違うのかなって思っていて、人生最後のもう一回夫婦で楽しむための新しい活動だから、就活をしているとまた新婚に戻る感じがするわよね語っています。中尾明さんも、うん、俺たちの原点に戻るというか、41年今まで一緒にやってきたからこそそう言えるよなと同意しています。池波志乃さんは、就活中の夫婦の在り方について、就活中にはほらあんなものあの時反対したのにとか、絶対に言っちゃダメねと話しています。中尾明さんは笑いながら、ふふ、なんだか言い慣れていないと応じています。池波志乃さんは、役者だからね、せっかくここまで一緒にいて就活をする夫婦にまで二人でたどり着いたのです、今こそ気を使うべきだと思うの、若い頃は気を使わなくていいんですよ、どうせ気なんか使えないんだから、それよりもお互いを知るためになるべく自分をさらけ出した方がいい、でも今こそ長く一緒に寄り添ってきたからこそ気を使うべきですと語っています。中尾明さんは、すごいね志乃、感心しちゃうと感心の言葉を述べました。中尾明さんと池波志乃さんは、就活へと導かれた背景にも言及しています。中尾明さんは、志乃がそういう発想になったのには理由があるのですと切り出し、池波志乃さんが、そうね、父は54歳で私たちが結婚して4年目に亡くなっているので、早くから死について考えていたかもしれません、母は若い頃に夫を亡くして、さらに両親を自宅介護で看取って一人できちんと自分の身を終わった女性、そんな背中を見ていたので、人の最後をずっと意識してきたのかもしれません、今となれば早くから就活について考えるチャンスをもらったのだと思いますと語っています。中尾明さんも、普段の生活の中に親父とおふくろの教えはあるのです、毎日の暮らしの中でしていいことといけないことを教えてくれたのです、そういうことは学校では教えてくれませんと振り返っています。池波志乃さんは、そうね、最後まで私たちが捨てられないものって結局父の言葉かしらと話しています。中尾明さんは冗談を言いながら、え、俺じゃなかったのと応じています。最後に中尾明さんと池波志乃さんは、就活を通して新婚当時に戻ったことを振り返りました。元気そうに見えた中尾明さんですが、2024年5月15日に容態が急変し、
翌16日夜に東京都内の自宅で心不全のため81歳で死去しました。最後は妻の池波志乃さんに看取られたと伝えられています。生前から東京都台東区の長久院に墓所を建立しており、そこに納骨される予定だったことが報じられました。妻の池波志乃さんからは、池波志乃です、就活以来の中尾の遺言でこのような形を取りました。仕事でお世話になった関係者の方々、マスコミの皆様、親しい友人の方々、応援してくださった皆様に託された私からお詫びとご報告申し上げます。今年に入って足腰が悪く体力も落ちて、医師の訪問を受けながら本人の意思により自宅でゆっくり休んでおりました。時には取材や足腰をかばっての仕事もやらせていただき、本人は元気で12月の旅行に向けて頑張ってリハビリをしていたくらいでしたが、15日に容態が急変し、16日の夜中に自宅で私と2人の時に、とても穏やかに本当に眠るように息を引き取りました。あまりに急で変わらない顔で言ってしまったので、まだ死のと呼ばれそうな気がします。叶いますならば中尾明さんらしいねと笑って送ってあげてくだされば幸いです。長い間本当にありがとうございましたと公式に発表されています。今回紹介した中尾明さんと池波志乃さんの結婚や中尾明さんの晩年に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。